そしたらまあじゃあこの社長さんからね話を聞いていきますか。小池恵子さんから、バグダスの女社長で岡隆夫の上司、ロボットではない。そう、あくまでこの人はロボットではない。ここはどんな会社なんですかね。あのこの会社ってどういう、そうだね、分かりやすく説明すると、ある企業が必要とするデータ管理システムを分析して、はい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 、ベストなオペレーションソフトとソースの配信をしてるんだね。あー、まあ、まあなんとなく理解はできますが、意味わかんないねまあ意味はわかんないですよね。まあその分野に関わってないとあんまり理解しにくいですよね。いいよ、雰囲気だけ掴んどけば。そうやって作ったプログラムを CD にして売ってるんだよ。あ、 CD ですか。そう、コンパクトディスク、データをしまう円盤だね。 CD って音楽だけじゃなくてプログラムも記録できるからな。そうですね、コンピューターウイルスとかもそうなんじゃないんですかね。数は少ないけどみんなすごいプログラマーなんだぞ。ちょっと話を聞いてみようね。あの奥の二人ですか。すいません、今何をなんかちょっと病的な顔してませんか。大丈夫ですか。寝てますか。ちゃんとプログラムのストラクチャーはコードの応答性がパフォーマンス、ラジカルなグローバルセットメモリのオーバーヘッド、だからマルスレッドにおける同じソースをタイムライスグローバルちょっと何言ってんのかよくわかりませんが、とまあこんな感じなんだね。大丈夫ですか。彼はちゃんと人間の生活送ってますか。良い子のみんなは分かったかなあれですかね、このゲーム、この逆転裁判というゲームを作っていた現場もこんな感じだったんでしょうかね。ははは、なみちゃんうつろに微笑んでるななんかまあすごいですね、別世界ですね、我々のこの世界とは、まあ、この雰囲気とも相まって本当になんか宇宙船の中みたいだな。社長さん知ってますよね、事件のこと。高尾くんが殺されたあれかな、かわいそうだったね。いや、そうですよ、ここのね、社員さんだったんでしょ、岡高尾さんは。何かご存知のことありませんか。うん、警察のおじさんも来たけどね、お役に立てることはなかったな。犯人のウェトルスさん会社とは関係なかったしね。そうですか。まあ岡隆夫さんに関する情報ぐらいしかないですよね、確かにここにはね。あ、岡さんのデスクもう片付けちゃいましたか。それがまだあるんだね、目の前のこれなんだよ。あ、これか。欲しいものがあったら持ってっちゃっていいよ。手がかりになりそうなもの探してみるか。そしたらばじゃあまんべんなく調べていきましょうか。いや大変でしょうねこの人たちね。この左の人完全にこれ目悪くなる体勢してるもんね。寝袋もあるし泊まり込んでるんでしょうね。脇目も振らずキーボードをカタカタ叩いている。いやすごいな、これがプロなんだね。やっぱりこれからは手に職をつけないとダメだね。そうだな、まあでも霊媒師も手に職みたいなもんじゃないかな。私も豆のおじさんに弟子入りしようかな、紋章上絵師に。まあでもその仕事というよりも最近ね、彼がやってることといえば鳩に餌をぶつけることですから、鳩に豆をぶつけることですからね、それの弟子入りするということですか。霊媒師の修行はどうなっているんだろう。マヤちゃんはそっちを頑張りなさいよと。でそれではなくこれですよ、気になるのは。これはひどい机だねこれは。どうよ、なるほどか。別に普通じゃないかな、これが男の机というものじゃないかな。でも仕事にならないよねこんなに散らかってたらこれも完全に奈良子さんの机の上片付けさせようとしてるよね。そうかな、できる男は仕事場を選ばないからねそれに必死に抵抗する、なるほどくん。僕の机を片付けさせようという魂胆であろう。絶対同意するもんか。あれ、このカレンダー、ん、机なら片付け、机なら絶対片付けないけど何かあった。これ12月3日に赤くマークがついてるよ。12月3日って高尾さんが殺害された日じゃないか。これはじゃあ何か予定があったということか。他に何か書いてある？ね、
ゼニトラに会うだって。ゼニトラってあれじゃないですか。芝生蔵さんじゃないですかね。この人、この人に、何話のゼニトラ、この人に会う予定だったと。これは重要な証拠になるんじゃないかな。まあ、それぐらいか。いや、すごい作りしてますよね、この部屋。なんか落ち着かない形をしてるな。なんで曲がってるのかな、ぐにゃって。マジで宇宙船イメージしてんじゃないの、これ。あ、このオフィスはね、未来がテーマなんだね。未来？未来的なデザインってなんだろうって考えて、この形に落ち着いたんだね。なるほど。やっぱり落ち着かないな。この形に落ち着いたけど、まあ、この部屋自体は落ち着かないと。おお、コンピューターだよ、ナルト君。この電源をすべて落としたらもうこの二人は発狂するんでしょうね。賢そうだね、見るからに。我々はそれにも劣ってるんでしょうか。でもこいつを作ったのはあくまでも僕たち人間だからね。そう、我々がこいつらを使ってやるのさ。でもその僕たちの中にナルト君は入ってないよね。その通りですが。でもそれはマヨちゃんも一緒だろ。でも君たちバカなことで喧嘩しないでくれるかな。絶対バカにされたでしょうね。コンピューターに笑われちゃうぞ。ヘイコさんに笑われちゃうってナルト君。ヘイコさんコンピューターだったの。だからこれは人間だよ。歩くコンピューターと言われた岡隆夫さんの上司ですからね。ありえない話ではない。何やらなんかゴミでいっぱいですけど、ここ。うわ、切符がいっぱいあるよ。それ全部馬券だね。あ、そっか、岡隆夫さんってそうだったっけ。そうだ、ギャンブル狂いなんだ。馬券、勝ち馬投票券、あ、勝ち馬投票券競馬だよ。引き出しにも入ってる。ずいぶんいっぱいあるね。これみんな外れ馬券みたいだな。500枚以上ありそうだ。相当やってますね。これだけあれば100円くらいにはなるかもね。ナルド君も悪だね。どういうこと？それを必死にかき集めて、なんかどっかで100円で売るってこと？そういうものじゃないんだけどな、馬券。そんなすごいことしませんよね。では話は、あ、でも岡隆夫さんに関してさらに詳しく、あなた自身のことで聞けるっけ。年齢不詳だし。ちょっとこれ見てもらえますか。そのデータへのアクセスにはパスワードが必要なんだね。つまり教えてはくれないということですね。教えたくないと。パスワード何それ、なるほど。合言葉みたいなものかな。合言葉か。ちょっとじゃあ、なるほどさんが大人の口説き文句をして、この人の心を、山。急に、山。川かな。山と来たら川で決まりでしょう、普通。ああ、まあ、なんとなく、察しはついたけども。それじゃパスワードの意味がないからね。察しがついたら意味がないからね。喋る気はないってことか。とりあえず、岡隆夫さんのことだけでもそうか。まあ、この人から聞けるのはそれぐらいか。よく見たらすごい服だよね、これね。どんな感じの人だったんですか。まあ、やたらなんかね、馬券が落ちてたところから察するに、なかなかギャンブル狂いだったんじゃないかと。岡隆夫さんのことですけど、優秀なプログラマーだったね。天才っていうのかな。ちょっと性格に問題があったけど、ほうほうほう。どんな感じで性格に？ちょっとルーズだったんだね。そのせいでちょっとしたトラブルに。トラブル？教えてくれませんか。どうしたんですか。優秀なプログラマーだったね。天才っていうのかな。あれ、なんか元に戻った。だから何の問題もなかったんだね。あれ、ちょっと修正入りましたね。バグの修正入りましたね、今ね。ちょっとやめてください。さっき確かに言ってましたよね、問題があったと。いやいや、さっき確かに、ちょっとしたトラブルって。
これはちょっと聞き出す必要がありそうですね。トラブル教えてください、社長さん。墓王のトラブル、これ確かサイコロックとかじゃなかったっけ、あの岡高尾さんですけど、何かトラブルに巻き込まれていたんですか。どうしてそう思うのかな。あなたが言ったんですけど、さっき言いかけたじゃないですか、ルーズな性格のせいでちょっとしたトラブルにって。隠すね。まさ、確かに個人情報だからな、サイコロックか。まあ、それは隠すだろうね。それ確かにね、会社の個人情報ではあるから、やっぱり秘密があったんだね、岡高尾さん。まあ、ただいろいろ察しもついてるので、あれでしょ、だからあの馬券とかうんぬんかんぬん、あとコンピュータウイルス作成した疑惑ね、もう証拠は多分揃ってるので、さあ教えてもらいましょうか。小池恵子さん、逆から読んでも小池恵子さん、教えてください。さあ聞かせてもらいましょうか、岡高尾さんのトラブル。残念だけどトラブルはここじゃ対応してないんだな。お客様は電話相談室に聞いてみてくれるかな。そうしたらさ、なんかいろんなところにさ、たらい回したらでさ、結局さ、なんか途中で電話が繋がらなくなって、しばらくお待ちくださいっつって30分ぐらい待って、やっとなんか聞けるかなと思ったら、なんかこうわけのわからない対応された。そういう感じにされるんでしょう。岡高尾のトラブル、なんとなく見当はつくな。お金関係でしょ、どうせ。社長さん、もしかしてこれじゃないんですか、高尾さんのトラブルの原因。さっき机の近くに落ちてたこの大量のハズレ馬券、何かな、それは。大量の馬券です。しかも外れた馬券です。それだけあれば100円ぐらい当たりがあるかもしれないね。マネージャーと同じようなこと言うな。良い子のみんな意外と悪だな。それも良い子ではないですよね。なんか矛盾してないか、今の一言。まあまあまあ、それはいいとして、でもその馬券がどうかしたかな。被害者の岡高尾さん、ギャンブル好きだったんじゃないですか。そんな馬券だけじゃ何とも言えないね。あー、これだけじゃ、競馬なんてみんな普通にやってるよ。でも500万以上あるんですよ。ここまでやる人は普通じゃないと思うけど、まあ、1回ぐらいねやるとかはあるだろうけど、こんな何回も、とにかくそれだけじゃ何とも言えないね。それだけじゃないんですよ。あ、まあ、宝くじも勝つだしね。高尾さんのギャンブル、馬券だけじゃないはずです。まあ、彼5000万円当ててましたけど、なんかそうですね、トレビアのところのさ、あのテーブルの上にもなんか大量に宝くじの券あったんでしょ。ということは宝くじにもハマってたと。宝くじ競馬、それもどっさり買ってバッサリ外れ、かなりお金がかかっていますよね。十分トラブルの元になるはずです。キャーはいはいはい、人間らしいところ見せてくれましたね。あとね、ずっとなんか教育番組のお姉さん、そしてアンドロイド疑惑が出てた女性ですが、人間らしい部分もあったと。小池恵子さん、確かに高尾くんギャンブル好きだったみたいだね。良い子のみんなは真似しちゃダメだぞ。真似したくてもお金ないですから僕は。でも儲かってれば問題ないんじゃないかな。確か彼5000万円当てたんだよね、宝くじで。あ、そのことも知ってるんだ。そうなんですけど、それじゃあトラブルとは言えないんじゃないかな。ただまああれでしょうね、確かに最後の最後に高尾さんは5000万円当てた。だが彼はある人物と関わっている。その、まあ、これが証拠ですよね。ゼニトラに会う、カリオーゼのゼニトラさんと関わっていたということは、最後の最後に高尾さんは5000万円当てましたが、しかしそれまではうまくいってなかったはずです。闇金にね、関わっていたということは、うまくいってなかった。岡高尾はお金に困っていた、その証拠があります。こんなものが、デスクの上にありましたよ。事件当日、高尾さんはある人物に会っています。
カレンダーにメモがある。ゼニトラに会うと。それがどうかしたのかな。高尾くんが借金の話でもしてたと、こう言いたいのかな。いや、まあそうじゃないですか。ええ。まあそうなんですけど。でもそのゼニトラさんがどんな人か知らないからね。人間じゃなくてトラさんかもしれないしね。ああ。まあある意味、そうですね。都会に放たれたトラかもしれませんが。めちゃくちゃ言ってるな。なのたら紹介しましょうか、ゼニトラというのは。そうです。我々も他人ということではないのでね。知り合いみたいなもんなんで、よかったら紹介しますよ、この人。ゼニトラ、芝生蔵太郎之助はローン会社の社長です。そんな男に高尾さんは個人的に会っているんですよ。この話題は、借金のことに決まっています。ギャーははは。確かにギャンブルで借金を作っちゃったみたいだね。1000万円ぐらいになっていたみたいだよ。はぁ、1000万円の借金か。なるほど、なるほど。まあ、宝くじが当たったみたいだから問題ないね。まあ、普通に考えたらそうなんですよね。1000万円借金してて、宝くじが5000万円当たったんだから、まあ、何の問題もなさそうですけど、まあ、実はこれにはまたさらに問題があるんですよね。その幸運ほんの少しまこちゃんに分けてほしいな。いや、結局、高尾さん亡くなってますから。幸運というわけでもないですけど、あれでも、たまたまくじが当たったからいいようなものの、もし当たらなかったら、高尾さんどうするつもりだったんでしょう、借金。どうやって返すつもりだったんでしょうね。そこであのクリーニングボンバーが出てくるわけですよ。それは言いにくいんだけど、自分の腕で返す、そう言ってたね。腕？プログラムということかな。1000万円の値打ちがあるプログラムですか。そんなものはあるのかと。良い子のみんな、そろそろ勘弁してくれないかな。そろそろとどめを刺す時が来たな。あれでしょう、そのプログラムもしかしてこいつですか。今ね、警察署を賑わせている。クリーニングボンバー。コンピューターウイルスですよ。それはもちろんこれですね。これ岡高尾さんが持ってたらしいじゃないですか。今世間を混乱させているコンピューターウイルス。クリーニングボンバー。キャー。なんか、なるほどさんが必殺技クリーニングボンバーをかまして、小池恵子さんを黙らせたように見えましたね、今ね。さあさあ教えてもらいましょう。どんな件に絡んでいたのか。高尾くんコンピューターよりも頭が良かったんだけどね。ギャンブルっていうウイルスに破壊されていたんだよな。うまいこと言いますね。高尾くん追い詰められていたんだね。借金ですか。1000万円だからね、返せないよね、簡単には。1000万円はすごいな。だから、まあ、1000万円すごいなって思うんですけど、本土坊さん5000万の借金ですからね。さらに上ですからね。危険なアルバイトをする、そう言ってたね。危険なアルバイト。トレビアンのウェイドレスさん、かな。危険だね。違うよ。確かに危険ではあるけども。やっぱり高尾さんが作ったんですか、このウイルス。クリーニングボンバー、そうだね。良くない意味で天才的なプログラムなんだよ、それ。闇ルートでも数億円の値段がつくんじゃないかな。だ、これを、岡高尾さんは、まあ、作って借金の返済に当てようとしてたんですよね。ただ、岡高尾さんは5000万円を当てたんですよね、宝くじで。ってことは借金は返せるから、これをわざわざ、出回らせる必要はないわけですよね。ただ結果そのウイルスは出回ってるわけだ。珍しく糸の子刑事の言った通りだな。そのカレンダーに書いてある12月3日、しかも岡高尾さんはなぜ殺されたのかですよ。その日が借金の支払い期限だったんだね。何やらいろんなトラブルの予感。高尾さんの馬券もういらないな。まあ、もともとこれゴミみたいなもんですからね。あ、そ
そっと床に戻した。ちゃんとゴミ箱に捨てる。これもちょっとアニメで再現してほしいですね。ハズレ馬券をゴミ箱に捨てるわけでもなく、そっと戻すという。そしたらば、じゃあ大体のね、あらかた必要な情報を集めたので、次はですね、あれだね、まだあれやってなかったね、カリオーゼ行きましょうか。あ、この人のサイコロックも崩しておかないといけないので、浦美さんのサイコロックをじゃあ解いていきましょうか。まあ、この人とその、まあ、虎之助さんの関係性ですよね。どういう関係性なのか。頭の包帯、手術の後なんですよね。脳に致命傷を負ったとか。ええ、難しい手術だったそうです。致命傷ということは怪我をしたんですよね。なぜ怪我をしたんですか、あなたが。あなたは怪我をさせる側でしょ、服。怪我の原因、この証拠にと関係があるんじゃないですか。なんかこの人のさ、サイコロックでミスったらなんか怖いね、なんかね、何されるかたまったもんじゃないね。まあまあ、大体想像つきますよ。これなんじゃないんですか。その、島久蔵さんは、屍組に、この、自動車の修理代150万円払ってるわけですよ。まあ事故ですよね、要するにこう何かしらの事故があってこういうことになったと思うので、ひょっとしたらそれと関係があるんじゃないですか。ここに自動車の修理代の請求書があります。当然考えられるのは交通事故ですよね。その請求書を見せてください。修理代の受け取りに屍組ですか。そうですね。あなたって屍組の組長さんのお孫さんでしょう。私自己紹介した覚えないのですけど、ちょっと糸のこぎりさんっていう人からね、情報もらったんで、悪いのは糸のこぎりさんです。この屍組と私どういう関係なんですか。やれやれ、自己紹介してくれそうな雰囲気じゃないな。明かさなきゃいけないか、こちらから。屍ゴン太さん、その人のお孫さんでしょう。あなたのことは分かっています。屍恨みさん、あなたのその怪我、交通事故だったんですね。やっと一個4ヶ月ほど前のことでした。組の車の前にいきなり飛び出してきた人がいました。オートバイだったような、よく覚えていません。もう完全にこれ虎之助さんじゃないですか。そのオートバイと接触してハンドルを切り損ねて、偽なるほどくんのこの虎之助さんもなかなか丈夫ですね。交通事故にあったのにあんなにピンピンしてるとは。私打ちどころが悪かったそうです。異常に。なんかわかる気がするな。それでその飛び出してきた人はどうなったんですか。まあ、いろんな意味でどうなったんですかって感じですよね。しかもね、組の車とぶつかって、そのお孫さんまで傷つけたその人は、ただじゃ済まなかったと思いますけど、私、知りません。そのまま逃げてしまったと聞いています。本当はわかってるんでしょ、恨みさん。逃げた。そうでなければ私、クク。もしかしてその逃げた人というのは、おのずと明らかでしょう。まあ、あのシルエットからしてそうだったけど。事故の原因を作ったのはこの男じゃないですか。さっきの話と総合するとね、あなたは交通事故で怪我したんですよね。で、さっき修理代請求書、芝久蔵さんの請求書も、事故でしょ、あれは。トラ様じゃない。私信じません。相手のオートバイ、私の車と接触しました。でも、トラ様は怪我などしていませんでしょう。
ゼニトラは屍組の車に接触したんだ。ロックが割れたということは彼女もそれを疑っている。残念ですが彼が交通事故に遭ったという可能性を示す証拠があります。まあ、彼自身はピンピンしてますよ、確かに。ただ彼が乗っていたスクーターは派手に壊れてるんですよね。まるで事故にでもあったかのように。まあ、これ調べたら因縁つけられましたが、おめえがやったんじゃねえのかと。オートバイではありませんが、芝生堂さんスクーターを乗り回していますよね。前のカバーが派手に壊れています。まあ、この時点でなんかね、その警察に止められそうですけどね。浦美さん、本当はあなたも気づいているんじゃないですか。気づかないようにしてるだけで。この修理代請求書、支配人の名は芝生蔵虎之助です。このロック全て取れたら我々やられるんじゃないかという恐怖がだんだんと湧き上がってきましたが、屍組は事故の犯人をとっくに見つけていたんですよ。もしかしたらそうかもしれない。心の隅っこでそう思っていました。やっぱり。でも虎様は私の命を助けてくれた。手術はとても難しくてお金がかかりました。一体いくらぐらい。とてもとてもたくさん。どうやら金額は言いたくないみたいだな。それを支払ったのがゼニトラというわけですか。ほうほう、そんな高額なお金を。なんとか助かってからトラ様が言ってくれました。恨みちゃんだからお金を出したって。私それを信じてますから。本当にそうだったんでしょうか。恨みちゃんだからお金を出したじゃなく、屍恨みさんだからお金を出さざるを得なかったっていう意味合いだったじゃないでしょうかね。悲しい現実ではありますが、もしかしたら芝生蔵さんが手術代を出したのはあなたのためではなく、この人には逆らえないわけですから。こんなこと言っちゃいけないのかもしれませんけど、おじいさんの屍ゴンタさん、闇金融のボスなんですよね。そして孫のあなたを生きがいにしている。その手術代の金額にもよりますけど、もしあなたが屍ゴンタの孫ではなかったら、芝生蔵さんはそのお金を出したでしょうか。1億円。1億円。手術代でもしかして要求したお金1億円。そんなにかかりますかという話ですよ。頭の包帯。1億円って半端ないですよね。4ヶ月前、交通事故に遭って手術を受けた。私気づいていました。大した手術じゃないって。はぁはぁはぁ。そうだったんですか。じゃあその手術にかかったお金というよりも、まあ、4ヶ月で治ってるぐらいだもんな。まあ、確かにな。手術代は1億円、そう聞きました。1億円。おじい様がトラ様に払うようにって。1億円のほとんどは、落とし前だった。何落とし前って。まあその金払わなかったら分かってるなってやつですよね。裏の社会で責任を取ることだよ。大抵大変な目に遭うみたいだね。1億円か。どうやら繋がったな、今回の事件と。確かに。まあ、要するに、芝生蔵さんは、その1億円っていう、お金を要求されてたわけですよね。お金に困ってたわけだ。そんな中で、芝生蔵さんは岡隆夫さんと関わることによって、コンピューターウイルスを手に入れましたと。それが、クリニックボンバー。この価値が数億円なわけですよ。繋がりましたね。信じていたかった、トラ様の言葉。おじい様は、屍ゴンタは一切関係ない。私だから助けてくれた。そう思っていたかった。恨みさん、
そうじゃないことは初めから分かっていたのに。浦美さん、いやまあねえ、切ないですけども、トラさんは1億円を払うためにあんなひどいことを、私のためだからってそう自分に言い聞かせて。はい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 、マコさんはあのトレビアンに女の人がいたと言ってましたよね。くくって笑うジメッとした人、あなたなんですよね。つまりあなたもこの犯行に加担していた。だから私手伝ってしまった。手伝った。ゼニトラさんはあの日岡隆夫さんとトレビアンで会った。であの事件が起きた。これお持ちください。あなたも関わってるんですね。これは診断書。私屍組の娘ですから、落とし前つけなくてはいけないんですよね。なるほどね。手術費用として1億円が計上されている。支払い期間は去年中。犯行があったのは12月3日。一刻も早くそのお金が必要だったわけですよね。かわいそうだね、浦美さん。許せない。え、僕にはどうしても許せないものが2つある。毒薬と、あ、裏切り。そうですね、確かにあの第1話の件ですもんね。まさにそれやられましたね、今回。最も卑怯で最も深く人を傷つける。なるほどくん。じゃあ僕たちもそろそろ行こうか。このお茶を飲んだら。そうだね、何も入ってませんよね、浦美さん。このお茶には浦美さんに関する証拠はもういらないな。修理代請求書を婚約に捨てた。まあ、ただあの診断書は重要ですよね。だからそのお金に困ってたと、ゼニトラさんがお金に困ってた証拠なので、まあ、すごい必要なものなんですが。なるほど、いろいろ分かってきました。なんかふと思ったんですけど、浦美さんってその事故に遭ったからああいう感じになったのか、それとも会う前からそうなのかっていうのはちょっと気になりましたけどね。どうなんでしょうか。同日某四国レストラントレビア、あ、そっか、本土坊さんから話。あ、あら、あなたたちお待ちしてたわ、本土坊さん。そう、本土坊さんからもちょっと話を聞きたいところですよね。あなたはひょっとしたら犯行に加わっていたんじゃないですか。ちょうどよかった、僕たちもお話を聞きたいと。こっちには話すことなんかあらへんねや。お、なるほど、あなたもいらしたんですか。あ、偽なるほどくん。誰がなるほどくんじゃない。キャワー、まゆちゃんテーブルの下に隠れちまったぞ。いや、もうだいぶ情報が集まってきてね。なるほど、芝生堂さん、あなたがやったんですか。さあ渡してもらおうかい。何をですか。とぼけんなや、診断書よ、診断書。はあ、なるほど、そっかそっか、その診断書があるとあなたがお金に困ってたってことがね判明しちゃうから。浦美さんのあれか、これですか。1億円の診断書渡すわけにはいきませんよ。浦美さんはあなたを信じていた。だからあなたを手伝った、そう言っていましたよ。浦美さんはね、もう全部白状してくれるような勢いでしたよ。クソが、あのバカ女、バカ女。それがあなたの本音か本性か。湿っぽいのは面だけにしろっちゅうね。ほんま組長の孫や思うてでかい顔しよって。この診断書は渡せない。この1億円を用意するためにあなたが何をやったか、明日の法廷で立証する。あなたは終わりだ。アホな弁護士さんやの。あんたに渡す気はなくてもこっちには関係ないんや。何しろこっちは二人がかりや。せやな、力ずくで来るということか。でもこっちには迷いちゃんがついてるぜ。あー、でもなかなか
がっしりした体型の二人が相手か。うい、そうね。ちょっと待ってください、ホンデボさん。それでいいんですか？人としてそれでいいんですか、ホンデボさん。許して、私逆らえないのよ。くっそー。ぐ、殴られた。これどっちに殴られたの、これ。ホンデボさん、ふざけやがって。じゃあいただくぜ、こいつは。ホンデボ、ライダー持ってこいや。ま、待て、あれ、これ燃やされちゃう、やばい。残念やったら。なるほど、最後の最後で油断したか。え、これどういう展開だったっけ。燃やされたらやばいよね。あの死んだ人は決定的な証拠。待つっす。来たー、糸の子刑事。かっこいいじゃないですか、糸の子さん。ヒーローですね。刑事、この子はちょっとヒーローと呼ばせてください。誰だろうと関係あらへんで、こら。僕怖えっす。いや、我慢す。かっこいい。あんた この場を自分に任せて逃げるっす。でも糸の子さんが大変な目に。いいからこれ持っていくっす。あんたがいなくて誰が孫くんを助けるっすか。わかりました、お願いします。ナルトくん、置いてかないでよ。ひどいな、ナルトくん。さっさと、自分だけさっさと出ていくという。いやでもこれはちょっとね、この勇士はまこちゃんに伝えたいですよね。明日の法廷できっとこの借りは返す。借り大手にはずいぶんいろいろ借りてしまったからな。きっちり借りを返しましょうか、法廷で。